安倍裕一は、日本の作曲家。主として、水奏楽分野で活動している。1968年、埼玉県所沢市生まれ、秋田県育ち。2013年より、滋賀県を移し在住。水奏楽のためのフューチュリズムが1992年、全日本水奏楽コンクール課題曲に、ラメセス通夜が、第5回朝日作曲賞を受賞し1995年、 全日本吹奏楽コンクール課題曲に採用される。その後も作曲活動を続け、21世紀の吹奏楽、響縁ややば、下屋賞などに入選したり、吹奏楽団からの移植を受けて、作品提供を行ったりなどしている。自作の指揮、指導を等も言っている。日本吹奏楽指導者協会会員、21世紀の吹奏楽、響縁会員、 作曲集団、風の会会員。他方か、安倍雄一。www.bran-music.com。2020年5月7日閲覧。大東西域より第一少女局、現状、安倍雄一。www.bran-shop.net。2020年5月7日閲覧。ファンタスマゴリア、安倍雄一。 www.bran-shop.net 2020年5月7日閲覧レンタル学府千野0の歳末阿部ゆ一 www.cafua.com2020 年5月7日閲覧黎明のエスキース阿部雄一 www.bran-shop.net 2020年5月7日閲覧、ありがとうございます。